モーリスは e m フォースターが1913年に執筆した小説。また、それを原作として1987年に制作されたイギリスの映画。20世紀初頭のイギリスを舞台に互いに惹かれ合いながらも対照的な人生を歩んでいく同性愛の男性たちを描く。同性愛が犯罪とされていた20世紀初頭のイギリスケンブリッジ。 凡庸な青年モーリスは知的なクライブと親密になり、ほどなく互いに恋愛感情を抱くようになるが、高潔なクライブは肉体関係を拒み通したまま学生時代を終える。社会に出て大人になってからもつかず離れずの友情は続くものの、自らの性衝動を魚子ね孤独に苛まれる二人は、やがて互いを傷つけ合うようになっていく。政治家を目指すクライブが、 上流の女性と結婚したのを機に、友人関係が復活する。モーリスは、クライブ帝の若い両馬版アレックに、性思考を見抜かれる。日本では1988年に公開され、その後幾度か地上波テレビ局でも放送されている。テレビ東京版吹き替えは、角川から2018年9月21日発売の、4K レストア版 DVD&BD に収録。 モーリスに関するカテゴリー、ありがとうございます。